アムロ行きます。まだだ、タカがメインカメラをやられただけだ。ザクか2つ、メタスがいるぞ。サンマ当ててうますぎる。3つ、トム4つ、見える、僕にも敵が見える。うえ、あれ、僕がガンダムを一番うまく使えてない。後ろ取られてる。後ろにも目をつけるんだ。いや、ガンダムビームライフル当たるとめちゃくちゃ楽しいな。親父が熱中するわけだ。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回はコスプレをしながらガンダムエボリューションやっていきたいと思います。ちなみにありがたいことに、ガンダムオタク全開でガンダムエボリューションしてたらお仕事をいただきました。ありがとうございます。ちなみにこれネットで買ったんですけど、サンライズさん公式みたいです。行くとこまで来てしまいました。でも結構いい生地よ。通気性いい、なんかジャージっぽい感じです。いいですねこれ。いや、僕3歳からガンダムオタクですけど、まさかついに地球連邦軍の服を着るなんて。あ、ここ前閉めないといけないですね。悔しいけど僕は男なんだな。ちなみに今のテレビ版の方の言い方ですね。それとですね、お伝えしなければいけないことがありまして、ちょっと編集の方法が変わりました。で、前回までの、編集の動画はね残りますけども、今回からはちょっとね編集方法を変えて動画を投稿していきたいと思います。よし、やってやる、やってやるぞ。あいつの方が軍人の本職だろうにさ。アムロ行きます。これはテレビ版で唯一アムロ行きますが言ったシーンのセリフですね。さあ、というわけで左レーンから、すげえ、なんだこの違和感いつもなんか T シャツとかで実況動画撮ってるけど、まさかこんな服を着ながら実況動画撮る日が来るなんてな。当たれ、当たらない。メタスで、ここガンダムハンマーがねめちゃくちゃ強いから、これをしっかり当てていくことが大事となりますね。一旦引いて体力回復。ジム待て、迂闊に近づくんじゃない。上1つ、ザクか2つ、メタスがいるぞ。サンマ当ててうますぎる。3つ、トム4つ、見える、僕にも敵が見える。うえ、あれ、強すぎる。これが僕なのか。まさかニュータイプへとこんなに弾が当たるなんて。え、どうしたんだ、何が起きてるそう、やらせはしない。シールド大抵これ一旦引くんです。まずい。え、なんだ、強すぎる。え、どういうこと。え、なにハンマーたまったね。これシールドでこうしっかり狙って当たらない。あ、でも当たったか。え、やっぱガンダムのセリフ言わないとだって自分の強さに驚いている。どうしたん、え、急に上手くなっちゃったんだけど。覚醒しちゃったんだけど、空に上がったせいか。ガンダムが上にいるぞ。みんなあれをやるんだ、あれを、回復を取らせてはいけない。あ、危ない、なんで当てれなかったんだ。全然ちょ、エリアここじゃなくないか。僕がガンダムを一番うまく使えてない。シールド OK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 、 圧倒的じゃないか。ああ、それは違うセリフだな。いいぞ、見える。待って、なんかエイム急に当たりすぎなんだけど。うわ、当たれー、そこ見えるよ。ララあれ見えてなかったみたいだ。リュウさん倒して、シャアが出てきた。なんかすげえ当たる。てか味方も強えな、これ味方も強いぞ。オッケー、いいぞテイルライダー、アッシマを狙い撃つ。うまな、あれ、何本当に。で、ハンマーここです。見えるぞ。エリア真ん中だけど、なんかペイルダイラーがずっと右にいるせいで。くそ、こっちからエリアの方に行きたいんだけど行かせてくれない。あのユニコーンうざいなさっきから横移動しやがって。
リュウさん、僕は本当にあの人を殴りたくなってきたよ。しゃあ、貴様ほど急ぎすぎもしなければ人類に絶望もしちゃいない。左見える、そこだ。まずい、あれはまずい、本当にまずい、本当にまずい。え、シールドで防げるのか。え、なんかエイムが良すぎるんだが。僕普段パッドで、今までずっと15年ぐらいパッドでプレイしてて、正直言ってマウスに関してはあんまり自信がないのに、なんだ急にめちゃくちゃエイムが良くなっている。22連続キルゼロです、だって。おか、なんだんだ、え、怖い、自分が恐ろしい、恐ろしい子。まあ、正直味方もめちゃくちゃ強い気がする。これはマラサイさんとか、なんかすごい火力を出してくれてる気がしますね。再びガンダム行きます。アムロの最後の行きますの、あのニューガンダムのシーンですね、今のはね。そこ当たれ、ヘッドショットを狙うんだ。しゃあ、そこハンマー見えるぞ。前に出すぎたな、危ない、これはまずいぞ。一旦引こう、そこの回復取りたい。味方に取られてしまった、バカ、前に出すぎるな。いいぞいいぞいいぞ、今のシャオ削って、でハンマーがもうちょっとで溜まるから、そこ見える。本当に見える、今日は、今日の私はちょっと違う。ちょっとグラハムのセリフを言おうとしちゃったけど、でここでハンマージャンピングハンマーからの削って、一旦引く。いいぞいいぞいいぞ、味方さん、あ、味方後ろ取られてる、後ろにも目をつけるんだ。そこなんかめっちゃビームライフル当たる、怖い、怖すぎる。地点が変わったぞ、みんな。メタス、シールドでこうやって、こうやってね、こうやってこうです。まずい、これは本当死にたくない、冗談ではない。シャアのセリフが出てしまいました。さあ、ウルトが溜まりました。ウルトはね、これガンダムのウルト撃ち落とされちゃうんだよね、だから結構難しい、実はあんまり強くない、正直。スーパーナパーム、なんでスーパーナパームなんだろうな。敵が地点に入ったらちょっとウルト使おうかな。味方が1枚やられました。そこ当たれ、地点には入らせない、いけ、ゼロダメージ、なんでだなんで今の当たらないんだ、こう、え、今のクソ M したの本当に。腕が落ちてるのか、うますぎるな今のは。でこれ拾って、ハロ拾って、僕の真上にいますね、上か、ごめん、今それは蘇生できないな、さすがに。ユニコーン、ちょっと押され始めたな、しっかりと胴体でもいい、正直胴体でも全然ダメージは出る。なんだお前、ファーか、ワンショだ、ワンショではない。スナイパーはね、ヘッショ食らったらマジでまずいので、ジャンプで角度をつけてから、そこ当たるか、避けられたか、地点は取られてしまったが、その手負いのユニコーンをアッシマもいいのか、これ味方がやられたが、一旦引く。助けてほしいアムロ助けてほしい、ごめん、喋らないと。これでもう撃っちゃおう、敵エリアに来るしかないから、こうやって、しゃ、ガンダムは盾じゃない。え、まさか34キルゼロです、ええ、ゼロです、え、何が起き、これがニュータイプってことなのか。僕が一番ガンダムをうまく使えるんだ。こんなに嬉しいことはない。
まあ味方もめっちゃ強かったと思うんだけど、過去一ビームライフルが当たったんだけど、え、怖い、何これ。あ、そういえばレジェンダリースキン出たんですけど、ちょっとこれより、G3 ガンダム欲しいですね。もしくはなんか、ジオリジン版のガンダムとか、それもっとバリエーションが、バンナムさん欲しいです。いや、ガンダム、ビームライフル当たるとめちゃくちゃ楽しいな。親父が熱中するわけだ。はい、というわけでお疲れ様でした。今日はガンダムのコスプレをしながらガンダムエボリューションでやってきましたけども、多分次回からこの服で、やっていくと思います。またね、冒頭で話したお仕事の話は、まあ近々発表できるかなと思います。僕も非常に楽しみな発表でありますので、皆さんお楽しみにというわけで、今日の動画もぜひグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。祈祷します。You'd show me your art, let down our guards, think with our hearts, stare at the stars, we were never apart, drinking too young, way too much fun, out in the sun, open when it's gone, took you to prom, dance to our song, dance all night long till the lights come on.